チャオ、あっちゃんです。今日はパスタが食べたいなーっていう気分で、似てないモノマネごめんなさい。はい、ということで、パスタを食べたいと思います。作りたいと思います。はい、ということで、湯が沸いたらパスタを入れたいと思います。はい、で、茹で上がったらソース作りにかかりましょう。はい、ということでね、はい、沸騰してきたからパスタ入れます。ね、イタリアン三つ星シェフのあっちゃんがやかましいで、あっちちち、はい、あ、わかめが入っちゃった。これ今日朝からね、わかめご飯をしてん。それが、これあったみたい。わかめが入って、はい、これで、茹でておきましょう。ほっ、でね、こっちにやってソース作りをしましょう。まずね、ソース、オリーブオイルを軽くオリーブオイルを温めて、昨日のね、あれを入れます。そぼろちょっと残ってるね。よいしょ、こんなもんでいいかな。ちょっと入れすぎたかな。まあいいや。軽く火を入れんねんけども、そこにね、カットトマト缶があったらいいねんけど、ないからトマトジュースでいきます。トマトジュースを入れます。で、ニンニクちょっと切りをこぼした、これ煮詰めていきます。詰めていきましょう。うん、ね、万能塩だれ作ったから、万能塩だれがいろんなものに使えるっていうのをね、ちょっと試してみましょう。万能塩だれ、ね、小さじ1ぐらい。で、玉ねぎの風味も、もうちょっと入れてもいいけどね、別に。もっとね、トロトロになる前に煮詰めていきます。うん、玉ねぎの旨味がすごい出てる。ね、ちょっとね、塩コショウで締めていきます。あとは目分量。で、ブラックペッパー、パスタはね、6分ぐらいでアルデンテになるんで、アルデンテに茹でましょう。うん、うん、もうちょっと。
完璧。そろそろなってきたでしょ。あんまり汁減ってきたら、ちょっとだけ茹で汁を入れます。パスタの茹で汁はね、パスタの風味と塩味が効いて、いいアクセントになるね。うん、いい。もうちょっと入れようか。そろそろパスタが茹で上がる頃かな。一本食べてみましょう。あ、いいわ。じゃあパスタをアルデンテに入れたら入れていきます。パスタ結構ね、水切りする人いるけど、水切りするよりもこの中にトングで挟んですぐ移すぐらいで、はい。はい、うるさい。止めて。アレクサがおらへんから止めてくれ。はい、アレクサやった後、アレクサ止めて、止めてくれよ。これでね、ソースを絡めて。で、ここでね、水切りしゃんでも、ここでね、ちょっと火入れて飛ばしたらいいね。ちょっとアルデンテ硬いめに入れといて、ここで飛ばすのも手です。はい。はい、パスタ完成です。熱っ。跳ねた。ということで食べましょう。よし、はい、じゃ食べましょう。はい、完成ではないんです。ここにね、あちゃんガーデンのフレッシュバジルをちょこちぎってね、ちょっと。はい、完成です。では食べましょう。はい、ではいただきます。イタリアンの鉄則、もう基本、トマト、ニンニク、バジル、あとオリーブオイル、それが回ればもう完璧。うん、ここにまだちょっと足らなかったオリーブオイルかけたらね、また風味が増すねんけどね。今回ちょっと炒め湯に使ってるんで、このままでいきましょう。炒め湯に使うと風味飛んじゃうねんけどね。はい、ではいただきます。うまく巻けへんだ。大きくなってしまって。おいしい。ほんと思いついて作ったパスタやけどね。うん、おいしいよ。このね、煮物のあの醤油みりんあの黄金スープの味も効いてて、そこにトマトと塩が入ってるからね、味がすごい。塩だれがまだ効いてんねん。にんあの玉ねぎのね風味がおいしいよ。うん、うん、複雑。うん、でね、二度と作られへんというね。イタリアンで、イタリアンとか美味しいパスタの作り方。今目の前にある食材を思いつきでいろいろ入れてみる。これが基本。で、次も作りたいなと思ったら毎回書きとくね。何を何だけ作ったかって覚えとくね。次、美味しかったら作ったいし、あ、ダメやな思ったら破棄したらいいね。あちゃんは記録しとかへんからさ。
でもあっちゃんの記録はね動画だから、あ、美味しかったなと思ったら動画見返せば作れるしなと思って、うん、まあね、残り物のリメイクにもなるし、うん、だってね、スペシャルなパスタにもなるし、美味しい。でもね、山芋とか鶏のミンチがあればまた作れるしね。山芋もなかったもさ、山芋、じゃがいもに変えてもいいし、里芋に変えてもいいし、うん、全くナスにしてもいいしね、違うものにしても、ズッキーニとか出てもいいし、今基本のソースをしっかりしてれば、あとは大体食材なんて何でもいいね、それはそれなりの味出せるからさ。特にトマトっていろんなもののね、あの、なんていうかな、補助っていうの、いろんな食材を、なんていうかな、後ろからうまくバックアップしてくれるから、うん、トマトとニンニクがあれば、トマトとニンニクさえあったらなんとかイタリアンにはなんね、うん、おいしい。ぬか漬けが、ぬか漬けがいいやん、足休みになるわ。美味しいね。ちょっと煮物使ったからちょっと甘みが残ってんねんね。ちょっとすっきり、うん、あのイタリアンにはちょっとすっきりしてないけど、うん、まあ和とイタリアンの融合やと思ったら美味しいな。トマトジュースってすごいね、煮込むだけですごい風味の強いトマトソースになる、うん、トマトってそうやね、煮込むことでトマトの風味出ますから簡単にソース作れんね。これね、あのミンチと、トマトジュース、それとあれと、あのニンニクと玉ねぎとか、そのあたりがあったら、うん、トマ、いいソース作れるから、それ作っといて置いといたら何でも使えるしね。パスタにもいいし、リゾットにもいい、リゾットちゃうわ、ドリアにもいいし、うん、でもそれ使ってね、うん、チキンライスみたいな、オムライスみたいな作ってもいいし、鶏のミンチやったらね、うん、筋取りなかった、慌てて取ったから筋取りきれんねん。
これニンニクもね、市販の刻みニンニクやけど、本ニンニク切って作ったら絶対美味しいからね。イタリアはニンニクが基本やから臭くなるとか気にせず使ってください、うん、ちょっとぐらいで気にならへんね。雨やからうっとしいし、なんかだるいで、なんていうかな、なんかシャキッとせえへんねんね、うん、かって言って一生懸命シャキッと刺すのか、うん、だるかったらだるいでいいやでだらっとすんのか、うん、どっちに正解はないけど、その時の気分でいいと思うんだけどね。寝不足でも解消してるはずやねん。昨日は結構早く寝た、早いと1時半やけど、すっごいねぐっすり寝たん昨日、うん、なんか芯から寝たっていうの、バジルが美味しい。やっぱフレッシュバジルは風味が違うね。ハズキルペ欲しなってきた。1枚もすんねん。60歳女性なら100万円の保証で月々1回
美味しいね。パスタ久しぶりやわ。最近ちょっとね、冷たいショートパスタを食べたけど、ホットのホットね、普通のパスタってあまり食べなかったけど、あ、ナポレオンのが美味しいわ。どうした？はい、完食しました。どうしてもトマトソースを食べるとね、ソースの赤いのが口につくし、あっちこっちにね、落としたりしてもつくしね、トマトの赤いのは、で気をつけて食べましょう。美味しかった。ということで、今日のあっちゃんのお昼ご飯、昨日の、鶏ミンチの煮物、山芋と鶏ミンチの煮物をリメイク、トマトジュースでちょっとイタリアンチックなパスタにしてみました。美味しかったです。はい、こんな感じにね、あの残り物リメイクしてもいいし、イタリアンに振るんやったらもう基本トマトと、オリーブオイル、トマト、ニンニク、あと塩コショウだけで、あのイタリアンっぽくなる。あればバジルを使うと、もうさらによしって感じでね。で、オリーブオイルちょっと多めにすると風味が良くなるんで、簡単にイタリアン味わえるんで、ぜひ、あればやってみてください。簡単なんでね。で、これ別に鶏の煮物じゃなくてもいい。昨日肉じゃがしてんとか、なんでも、煮物とかでも何でも残ってたもん使ってもいいし、ベーコンとか鶏肉とか牛肉、豚肉、何でもいい。そんなん使って、ミンチでもいいし、何でもそんなん使ってサラダで作ってもいいし、簡単なんで、基本トマト、ニンニクとトマトと、オリーブオイル、塩、コショウだけでできるんでね、やってみてください。美味しかったです。ごちそうさま。ということで、今日のあっちゃんの昼ご飯この辺で終わりにしたいと思います。ちょっとね、今日はね、昨日ガッツリ寝たら眠くなってきて、ちょっとだけシエスタして、で、昼からのセッション、質問動画は全部撮ったんでね、あと編集して、ちょっと昼からちょっとやりたいことがあるんで、それ一つして、で、今日はまあ雨降っとるし、どこも出ていかへんしね、ゆっくりまったりしたいと思います。頭痛もちょっとしそう、もうほんまここの筋が張ってきてるんで、まだパンパンにはなってないんだけど、張ってきて嫌な感じがしてんね。湿度はね、70% ぐらい。昨日よりちょっと湿度増し。で、温度が24度。まあね、肌寒くはない。ちょうどいいね。で、半袖でちょうどいい具合だけどもね。ちょっとだけ、湿度がなじめっとしてしんどいから、10分15分横になって、昼からのセッション元気に楽しくいきたいと思います。では、またね。バイバイ。今日のあっちゃんの昼ご飯、煮物のリメイク、よかったよと思ってくれたら高評価を。で、応援コメントとかチャンネル登録してみてくれたら嬉しいです。では、またね。バイバイ。